はい、やっとかもしております。本日は令和6年の3月18日、ここは岐阜県中津川駅です。おととい令和6年3月16日 JR グループダイヤ改正があったのですが、この中央西線普通列車快速に大きな変更点がありました。そのうちの一つがですね、今まで設定がなかった区間快速という新しい種別が設定されたことなんですね。今回そんな新しく設定された区間快速、どんな点が違うのか紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、こちらが中津川駅の時刻表です。新たに設定された区間快速はこの9時台から14時台の時間帯、日中の時間帯に設定されているという形になっています。今まではこれらの列車は全部普通に快速として運転されていたのですが、日中の時間帯はこれが区間快速になったということになります。で、具体的な停車駅なのですが、今まで快速列車はですね、この中津川を出発しまして、岐阜県内の多治見までは各駅に停車をしまして、県境を越える区間、ここ計上高寺は通過をして、そして構造寺に停車、神領は通過をして、春日井勝川停車、新森山通過、そして大曽根から先は全部停車という形になっていました。それがですね、新たに設定されました区間快速、岐阜県内の区間全部停車をして、県境の区間国営上高寺を通過をして構造寺に停車をするというところまでは一緒なのですが、今まで快速が通過をしていた神領、そして新森山にはこの区間快速停車するということになります。停車駅が増えた分、所要時間面ではどうなのかということなんですけども、快速だと75分で名古屋駅まで着けるのですが、区間快速だと78分ということで3分時間が伸びているんですね。ただこの快速列車はですね、今回のダイヤ改正によって名古屋までの所要時間が3分短くなっていますので、この区間快速に関しては、神領新森山停車になってるんですけど、今までの快速と比べると、所要時間プラマイゼロという形になっています。というわけで、新たに設定されました区間快速は神領新森山に停車するというのが今までの快速と違うところなのですが、所要時間としては今までの快速と変わらないということになっているんですね。これによって神領や新森山のお客さんからしてみれば、今まで乗ることができなかった快速列車に乗ることができるようになり、また岐阜県内にお住まいの方からしてみても、所要時間が増えることはありませんので、誰にとってもマイナスになることはないという、本当に素晴らしい列車になっていると思います。というわけで改札に入っていきましょう。今回は青春18切符を使っています。さあ、というわけで改札に入ってきました。この電光掲示板にも、今までは普通に快速とされているのですが、新たに区間快速名古屋行きという形になってますね。時速名古屋行きです。まもなく発車いたします。閉まりますドアにご注意ください。列車が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ご注意ください。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。区間快速名古屋行きです。8両編成です。 Thank you for traveling with JR Central.This is the semi-rapid train bound for Nagoya. This train consists of 8 cars. さあ、列車は最初の停車駅美濃坂本に停車をしていきます。ちょうどここには2027年以降リニア中央新幹線の駅ができるということで、今ちょうど工事をやっている様子が見えます。水波です。
木市です。まもなくはじみです。タイト線はお乗り換えです。はじみを出ますと次は構造時に止まります。2番線の到着です。前中が右側です。次はとじみでは特別車発車待ちのため7分ほど停車いたします。発車までしばらくお待ちください。さあ今時間は12時31分多治見に到着したところです。ここで特急信濃号の退避をするみたいでして、5分6分7分ぐらい停車するということになっているようです。この列車は構造時に停車し、構造時からは終点名古屋まで各駅に停車いたします。信号変わり次第すぐ発車いたします。車内にてお待ちください。さあここで電光掲示板を見ると、反対方面区間快速水波行きはこの快速は各駅に停車します。そしてこの列車名古屋行きの区間快速はこの快速は次は構造時に停車します、構造時から先は各駅に停車しますということで、なんか小泉進次郎公文の逆を言ってるみたいな、そんなことが書かれてますね。というわけで13時37分多治見を出発していきます。区間快速名古屋行きです。次は構造時です。さあこの区間快速、岐阜県内の区間ずっと各駅に停車をしてきましたが、ここでいよいよ通過駅が設定されました。岐阜県内最後の駅となる小苔駅を通過していきます。そして小苔を通過すると岐阜県と愛知県とを隔てる長大トンネル、愛義トンネルに入っていきます。愛義トンネルを出ると2つ目の通過駅、上高地を通過していきます。今回この2駅県境の区間を通過しましたが、もうこの先この列車に通過駅は設定されていません。この先すべての駅に停車をしていきます。区間快速という種別を名乗っていますが、もう快速のアイデンティティはここで失ったということになります。まもなく構造時です。愛知環状鉄道はお乗り換えです。構造時を出ますと次は人形に止まります。まもなく人形です。さあ列車は今まで快速は全部通過をしていた神領駅に停車をしていきます。この駅に新たに停車することになるということで、岐阜県内の方からはちょっと不満もあるという声も聞きますが、実はこの駅年々利用客数が増えていまして、実は中央線の岐阜県内の各駅、多治見を含めてどの駅よりも利用客数が多いということになっています。実はこの駅に停車するというのは理にかなっているということになるわけです。今までは普通列車しか停車をしなかったこの神領駅に快速と名の付く種別が停車するようになったということで、この神領駅にとっては歴史的な転換点となるダイヤ改正になりました。お年寄り屋です。勝ち川を出ますと次は新森山に停まります。次は新森山です。さあ新森山の手前、庄内川を渡りまして、いよいよ名古屋市に入っていきます。さあ列車は新森山に停車。この駅も1964年の開業以来ずっと普通列車のみの停車駅でしたが、いよいよ快速と名の付く種別が停車するようになりました。歴史的なダイヤ改正、バンテリンドームで立浪監督もおそらく喜んでいることと思います。知らんけど。さあ列車は名古屋市内に入りまして、大曽根、千種、鶴舞、金山と停車をしていきます。この区間は駅間距離も比較的短く、どちらかというと役割としては地下鉄に近い区間だと思います。どの駅も非常に大きな需要がありますので、快速も全ての駅に停車をします。金山を出ると次は終点の名古屋です。名鉄の電車を軽々と追い抜いていくと、そういえばこの列車は区間快速という種別だった、そういうことを思い出します。ドアから手を離してお待ちください。
というわけで中津川からの列車終点名古屋に到着です。乗ってきた列車はすぐ折り返し、区間快速中津川行きになるようです。ダイヤ改正で区間快速が新設されたということで、名古屋駅にはこんな感じの掲示もありました。新森山神寮、日中の時間帯は今後快速と名のつく列車が停車するようになるということです。さあ、というわけで今回の動画はダイヤ改正で新たに設定された中央西線名古屋中津川間日中の区間快速に乗車をしてまいりました。まあ、今まで日中の時間帯中央西線の快速では、神寮新森山通過をしていたんですけども、この2つに停車をするということになりまして、また最高速度に関しても従来110キロだったのが130キロに一応引き上がっているということになっていますので、まあ、利便性に関しては若干上がっているのかな、そういうふうに思います。まあ、ただ中央西線名古屋中津川間では今回普通列車快速日中の時間帯ちょっと減便もされていますので、まあ利便性が飛躍的に向上したとまでは言えないのかなとも思うのですが、まあ、ともかく新たに設定されました区間快速今回紹介してまいりました。動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひチャンネル登録